はい、こんにちは。英語達人養成事務師反対の深夜です。今日は夢の翻訳マシーンをご紹介します。こちらです。ポケトークってやつですね。これはですね、本当にドラえもんの翻訳こんにゃくってありますよね、道具。あれと同じ機能を持っているというか、もう本当にあれを現実化したような、すごいね、画期的な夢のマシーンだなと思いましたので、こちらでご紹介します。で、これ何ができるかというと、同時通訳ですね。日本語と英語、英語と日本語っていう同時通訳だったり、まあ、英語だけではなくてですね、世界中の63言語に対応している翻訳マシンです。こんな感じですね。対応言語が本当にいろんな国がありますよね。こんな感じでダダ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 ダーっとあります。はい、なんで多分これさえあれば世界中どの国に行っても多分こうやり取りはできるかなという感じですね。ただ僕ら英語学習者としてはやっぱ気になるのは、英語から日本語、日本語から英語への翻訳機能ですよね。で、これを僕が知ったきっかけは、僕が主催する英語達人養成事務の五反田スクールの会員の方がですね、買ったやつを持ってきてくれて、実演して見せてくれたんですね。で、僕はそれ見てすごい感動しまして、おお、これすごいなと思って、で、その場でですね、その実演している映像を撮らせていただきました。今からその映像を一緒に見てみましょう。どうぞ。はい、これがポケトークです。ね。はい。じゃあ、では、オーナーのシンさんにこれをね、使っていただきましょう。では、なんか話しかけてください。机と椅子の違いを説明してください。Please explain the difference between desk and chair. おー。これが日本語。これが英語ですよね。で、ここを押すことによって、日本語と英語両方いけちゃうと。うん、じゃあちょっと他にも例を見せてください。今日の天気はどうですか？ How is the weather today? 完璧ですね。じゃあ今度英語を喋って、日本語に変わるかどうかやってみましょうか。 How was your weekend?あなたの週末はどうだった？おー、もう一回言ってみます。 Describe the difference between the chair and desk. 椅子と机の違いを説明する。おー、結構複雑なことまで理解できるんですね。いや、これすごいですね。この大きさでね。ちょっと後ろいいですか？ここに SIM カードが入るって言ってましたね。はい。それで、どこでも行けちゃうと。このクラウドにつながっててね。こう軽いですもんね、しかもね。バッグにも入るしね。軽いです。いやー、すごいデバイスを手に入れましたね、これはね。次世代デバイスです。はい、いかがだったでしょうか。結構正確に翻訳できますよね。で、僕が特に驚いたのは、聞き取り能力ですね。日本語とか英語とか、まあ、どちらもそうなんですが、こっちが言ったことがですね、かなり正確に聞き取れるんですよ。で、もちろんね、それがこう変換されるにあたってちょっと変だなっていうような翻訳になったりすることもあるんですが、まあ、そこの部分はですね、おそらく今後のアップデートで改善されていくと思うんですよ。あ、ちなみにこれはですね、あの中にデータが入ってるわけではなくって、これ通信機能があって、で、多分どっかクラウドサービスかなんかあると思うんですよね。で、クラウドにつながってて、で、ここのデータとやり取りしながら一瞬で翻訳していくっていうスタイルなので、多分今後アップデートすれば、この機械自体は変わらなかったとしても、この頭脳の部分がアップデートすればですね、より正確に翻訳してくれるんじゃないかなと思います。で、これ出てね、そんな経ってないと思うんですよ。多分 Amazon 取扱い開始が半年ぐらい前からだったので、本当にまだ新しいかなと思いますんでね、これからの部分に期待かなという感じです。で、こういうのが出るとね、多分あの携帯の翻訳アプリがね、あるからいいじゃんっていうふうに思う方も多いと思うんですが、僕の考えとしてはですね、こういうふうにもう専用機、もう翻訳専用機の方がよりこう特化している分ですね、機能が洗練されているんじゃないかなというふうな印象を受けました。まあ、結構こっちのね、Google 翻訳アプリもすごいなとは思うんですが、それでもやっぱね、こう専用機にはかなわないかなと僕は思います。で、これ僕ら英語学習者がどうやってこれを使っていくかっていうことなんですが、僕の考え方としてはね、一応2つあるかなと思います。まず1つは、英語初心者の人がこれを持ってですね、
で、その外国人が集まる場所とかに出かけて行って、で、最初のことやっぱ自信ないですよね。なので、これを最初頼りながら、ちょっと自分が喋れる範囲内で喋ってみるっていう、そういう使い方ですね。やっぱね、初心者の頃に一番ハードル高いことって、その自分の会話が続かなくなるんじゃないかっていう恐怖なんですよね。僕も本当にゼロから英会話を始めたんでよくわかるんですが、もう本当に怖いんですよ。もう全然話通じなかったらどうしようっていうね。あの恐怖を克服するのにこれは役に立つんじゃないかなと思います。なので、本当に英会話初心者が外国人の人に勇気を持って話しかけるための、まあ、お守りみたいなもんですかね。まあそういう感じで使うといいかなというのがまず一つの使い方です。で、もう一つの使い方は、英語の中上級者の方が自分の英語力チェックに使うのにいいかなという気がします。で、どういう使い方かっていうと、例えば英語を日本語に変換するモードにして、で、これに話しかけてですね、ちゃんと聞き取ってくれるかどうか、まず自分の発音、英語の発音が正しいかどうかっていうのをこれで判断できますよね。で、他にも日本語を英語に変換する機能を使ってですね、自分だったら日本語、こういう日本語を英語でこう言うかなっていうのを事前に最初に英語で言ってみます。で、その後にこれに翻訳させて、で、その誤差を見るっていう感じですね。瞬間英作文トレーニングの参考例として使うみたいな、そういう使い方もあるかなと僕は思いますね。で、こういうガジェットが進化してくるとですね、英語を教えている先生たちがですね、こうざわつくことがあるんですね。自分たちの仕事がなくなるんじゃないかみたいなね。で、僕は個人的にはこれはね、すごく発達してほしいジャンルだなと思っています。なぜかというと、僕ら日本人が英語を学ぶ理由っていうのは、やっぱコミュニケーションを取りたいっていう、その目的があるわけですよね。外国人の人たちとコミュニケーションを取りたいと。で、それがどんな手段であれ叶うんであれば、僕はそれはいいことなんじゃないかなと思っています。で、もしですね、仮に英語学習する人が減ったとしても、結果的にですね、日本人が世界とコミュニケーションを取れるようになるっていう点では、僕はすごくいいことだと思うんですね。で、僕がこうして今英語を教えるというね、職業を選んでいる理由は、世界とコミュニケーションが取れる日本人を増やすためなんですね。ただもちろんですね、生で話す醍醐味というのはね、やっぱこういう機会では味わえないものはありますのでね。なので、多分どんなに機会が発達しても、日本人の英語学習に対する情熱というのはなくならないんじゃないかなというふうに予測はしています。はい、ということで今回ですね、ポケトークご紹介しました。もっと詳しい機能を知りたい方はですね、他の方がね、レビューしている動画がたくさんありますんで、 YouTube 上にね、いくつか僕も見ましたんで、おすすめを下の方にリンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。はい、では今日は以上です。 Thank you for watching. See you later.